よいしょ。1年目冬の、13日目ですね。明日がハービーの誕生日。よし。明日は美しく晴れた一日になるでしょう。今日は精霊たちの機嫌がいいみたいですね。少しだけ運勢が良くなるでしょう。どうしようかな。そしたらまた鉱山コースになるのかな。お。今何預けてたっけ？ん？何だ？クワか。クワを預けたのか。いつ預けたっけ？今日取りに行って大丈夫なのかな？9、奇数の日だよね。預けてるのね。じゃあ今日だな。あ、谷口浩太さんいらっしゃいませ。こんばんは。釣りはじゃあ今日は置いといて、これも置いとかないといけない。ちょっとここいっぱいになるから、これを、朝一番でクリントンとこ行ってきましょうか。で、どれを今度斧を預けようかな。斧を金に変えてきましょう。もういいか、クワをそのまま金にしてこようか。これだけだ。あと砕くやつ持ってなかったっけな。3日ぶりに二郎さんの声聞きますすみませんね。そう、2日間ちょっとお休みしてたのでね。あ、マノーさんいらっしゃいませ。こんばんは。ちょっといろいろやること、用事をね、済ましておりましたね。ちょっとこれも一回整理しよう。爆弾と石炭結構あるし、この辺は焼いてくれそうだね。かまども一個分一応ちょっと取っとこうかな。30個だったよね。30個。銅そんなにいらんもんね。ちょっとこれ銅鉱石一回ちょっと溶けて、この辺も一回ちょっと改良しよう。5個。かまど5個。5個構成でいっとこうか。20、あと石だけだもんね。石はもうおかげさまでね、結構集まってきてるので、あと3つかまど作っちゃいましょう。よし。で、ここにちょっと入れとこう、今。よいしょ。あとはもう焼いていいね、じゃあ。で、宝石は売らないんですか？そうですね。あんまりお金に困ったら売るかなっていう感じですね。宝石。そんなに、まあ、カツカツではやらないですね。お金もね。序盤はカツカツですけどね。もう、これぐらいになると、まったりいこうかなっていう感じですね。石と、もっとなかったっけ？砕くやつ。こんだけしかないんか。これは？違うな。この辺も、ね、全然売ってないですしね。ジャムとかも売ってないですし。蜂蜜？蜂蜜も。あ、蜂蜜は売ったか。ちょっと余力はね、残しておこうかな。あ、でも、クワをちょっとこの、なんていうのかな。ヒゲがいっぱい生えてるんで、ちょっと、やっぱり斧にしようか。斧を、預けてきます、今度はね。金はいっぱいあるんでね。5個。7時10分。まあいいでしょう。あとじゃあ、ちょっと動物の世話をね、していきましょう。牛小屋はまだできてないですね。お、結構増えてきましたね。2、3、今4匹。卵も。
ボイドエッグはちょっと残しとこうかな。うん。あれ、今2つしか取らへんかった。あ、アヒルは産んでないのか。よしよし。そろそろクランベリーできてるのかな。あ、できてるね。じゃあちょっと刈り取りしよう。あんま。うん。ある程度軌道に乗ったらね、もうそんなに、よっぽど変なことやらない限り、破産するようなことはないですよね。いいですね。クランベリー割と美味しいので。古代じゃないわ、スターフルーツも明日かな。パンコさんいらっしゃいませ、こんばんは。ここに入れとこうか。31個だけジャムにしちゃおう。これだけで、釣り具は入れとかないといけないね。ここに入れとこう。これと、こんだけ。鉱山に行きたいから料理を持っていきます。あんまり使わないね、でも鉱山料理ね。この3つでいける。よし。で、まあ、ドワーフになんか余ってる宝石持っていきましょうか。ドワーフ、何が多いかな。トパーズが多いかな。ルビーも多いね。トパーズ持っていきましょうか、じゃあ。よし。これで、いいですね。じゃあ一回ちょっと、まあいいや、歩いていこう。一回帰ってくるしね。まずクリントのところにね、行って鉱石を砕いていきます。はい。クワもね、回収して。よし、鋼のクワ、ジオード、これも定期的にやっとかないとね、すごいたまるでしょう、このオムニ鉱石とか。新しいもん出ないな、でもな。もう大体鉱物は取ったのかな？あ、イリジウムありがたいですね。これなんだ？あ、これ出てないかも。これなんだ？ファイヤーパール。よし。で、これも、ちょっと視野に入ってきましたね。ちょっと今回、今日は斧を預けていきます。これは？あ、まだ出てないね。あとは、出てるかな？よし。結構まめに通ってますね。ここら辺置けへんかな？あ、置けた置けた。そして、ドワーフのところに行って爆弾をね、またちょっと買っていきましょう。鉱山。こんにちは。鉱山の中は危険だ。俺の店で何か買っていった方が身のためになるぞ。ガーリックオイル。ああ、そういうやつもあるんだね。あんまり使わないね、でもね。メガボムもいいんですけどね。なんていうのかな。範囲結構広いんですよね。だから巻き込まれることが多いんでね。僕は大体この真ん中のやついつも使いますね。10個買っときます。まあ、こんでいっか。あとプレゼント一応渡してあげよう。ねえ、これすっごく気に入ったよ。あなたって、郷さんからいいもの見つけてくるよね。なんか喋り口調が変わってる気がするんだけど。まあいいか。よし。じゃあ、荷物置いて、鉱山にね、
行きましょう。バス停。まあ、どうぞね。いっぱいやっといてください。この辺もいらないね。あとはこれは置いて、釜も置いていきましょうか。あれ石と、こんだけあればいいよね。クワな、いっぱいあるんだけど、まあいいか、帰ってからにしましょうか。ちょっと馬を置いて、あと牧場に一発であの帰ってくるやつってあるよね、確か。トーテム、これ硬い木、蜂蜜、繊維、あ、これ作れるな。これ作っちゃおう。硬い木、蜂蜜、繊維、2個蜂蜜あるよね、多分ね。繊維いっぱいあるし、これね、よし、これで帰り気にせず潜れますね。よし、牧場だよね。間違えてたらちょっとえらいことになるから違うよね。よし、これでちょっと荷物整理しよう。爆弾置いて、刺身はここでいいか。エリクサーと、これこっち。ビールはいいか。よし。じゃあちょっとまた今日もね、鉱山に行ってきましょう。せっせとね、集めていかないとね。冬場ほんと釣りするか鉱山行くかって感じだけどね。シャベル出しとこうか。粘土だけか。種いらない。ないね。まあ特にもうね、何回まで潜らないといけないとかはないので、まあのんびりやっていきましょう。よいしょ、いいですね、イリジウム。死後がないかな。スライムだ。出ない。はしごが出ないぞ。あれ、今日運勢いいはずなのに出が悪いぞ。ショッパナーがえらい手こずってますね。爆弾使うべきだったか。出ないね。適当に掘っていったのが良くなかったか。ああ、穴が出ましたね。よかったよかった。よし。6回分、お、いいですね。モンスターで埋め尽くされている。はい。まあまあ、歓迎ですよね。よし。はい。
ん、スライム。うん。よし。あ、いた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 。あんまりスライムもいないね。よし、よいしょ、よいしょ。あ、いた、いっぱいいた。ちょっと体力減ってきた。よし。全然でも、出が良くないですね、今日。ちょっとうなぎ食べときましょう。うなぎ確か運、運も、運、なんていうの？運気も上がるんですよね、確か。足も速くなるし。爆弾出てる。よし。これは？エメラルド。キノコはまあいいですね。人参。あ、虫いっぱいだな。こっちは、鉄鉱石。なんかね、こうやってまばらに石が落ちてると爆弾もちょっとなんかもったいなくて使いにくいんですよね。で、探すの結構、時間かかっちゃいますね、こういう時は。もう一個ずつね、砕いていくしかないですね。下かな？下にあるのかな？あ、あった。あ、こういうパターンか。しまったな。スライムを倒していきましょうかね。お、出た出た、イリチウム。これ。いっぱい。わあ、あ、やばい。爆弾が結構落としてくれますね。スライム多いぞ、この回。ダイヤモンドもなんか密かに手に入ってるな。おお、よし、ちょっとやっぱりうなぎを食べたおかげか運気が上がってきましたね。ただあれが出ないな、はしごが出ない。穴がありますね、もう落ちちゃいましょう。もう6時ですもんね。今日そんなに収穫がないですね。ちょっとミイラの回めんどくさいんでこっち行っちゃいます。よし、銅と金と取れるんですけどね。銅と金は取れるんですけど、鉄と石炭が手に入りにくいですよね。で、結構必要なのがその2つですよね。どっちかっていうと。この辺。出てきた。よしよし。はい。
タンがあるぞ、これは。あ、もうないのか、ここ。そうか、取ったやつはないのか。もういいや、行っちゃいましょう。16回、まだですね、20回ぐらいまでは潜りたいな。うん。一応運気、幸運でしたよね、今日ね。出ないかな。あ、出た。よし。ほっ、おお、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、うなぎ来た。よし。あ、はしごもあるぞ。イリジウム今11個でしょ。スライム、よいしょ。あ、ん、よし。ミイラ、ミイラいっぱい。ダイヤモンドありますね。あ、熊の子ハニーさん、こんばんは、いらっしゃいませ。今日も鉱山に潜っております。全然出ないな。よし、痛い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 。よし、行っちゃおう。よし、さあ、ちょっと体力が落ちてきたんで、うなぎ拾ったからね、もう一個食べちゃいましょう。今何時？ 10 時でしょ。19回か。今日は割とのんびりですね。あ、はしご出た。20回まで一応潜っちゃいましょう。さあ、ここからどれだけ稼げるかが。コウモリがいるね。よし、ちょっとこの辺。はしごが出たね。潜るか。このいきなりまた始めた。ちょっとスライムを、うん、ん、あ、鉄がやっとありましたね。鉄がね、全然ですよね。7個しか手に入ってない。石炭もあ、まだ手に入りましたけど。最悪、あ、間違えた。お金が余るようになったらね、もうクリントンのとこで鉱石買いまくってもいいですけどね。はしご出た。夜が更けてきました。22回でしょ。あ、この回めんどくさいな。うん、めんどくさいぞ。これはめんどくさいぞ。早く、ちょっといっぱい来るぞこれ。ちょっと待って、ちょっとこれ食べとく。こっちじゃないな、こっち食べよう。あれ？あ、びっくりした。食べた時だけ晴れたね、キリ。はい。よし。
大体、あ、いた。逃げきれなかった。眠い。1時。もう無理か。無理かな。無理かな。もうミイラもいるし、今日は帰っちゃいましょう、じゃあ。よし。お酒じゃないよ。はい。これがあるとね、一発で、ここまで帰ってこれるので。ここに建物とか置いてたら、ちょっとさ、出れなくなりますけどね。便利。よし。1時半、もう寝ないといけないね。ちょっと寝ましょう。よし。もう一回使っちゃいそう。ちょっと違う。よし。はい。結構際どかったね、今。結構際どかったな。あ、イリジウムの、バンド、腕輪ですね、が作れるようになりましたね。クランベリー、なかなかの売り上げです。はい。1年目冬の14日目ですね。今日ハービーの誕生日で日曜日ですね。よし、ちょっと天気見ときましょう。明日は雪が降りますから厚着しましょう。はい。今日は、今日も運勢いいんだね。はい。チョコレートケーキ、寒い冬、リッチなチョコレートのお山を掘り進みながら夜を過ごすなんて最高じゃない。今日の番組を見れば今まで見たことのない最高のケーキを自分で作れるようになるわ。さあまず用意するのはたくさんのお砂糖。まあまあ砂糖いるわな、確かに。まあ、料理返しとくか。とはいいかな。うん。あ、手紙が来てるね。なんだろう。よう若いの。こいつはうちのじいさんが昔作ってたレシピだよ。ちょいと根気はいるが、まあ試してみな。肉詰め。こんばんは、初米です。いらっしゃいます。ももさんですかね。いらっしゃいませ。ゆっくりね、していってください。肉詰め？これなんだろうな。元のレシピが何なのか、これ。なんか、非公式のね、日本語モッドとね、訳が違ったりすると、ちょっと混乱しますね。石、X シート、これ、こっち入れとこうかな。イリジウム鉱石結構手に入ったんですね。16個。延べ棒3つ分。銅はめっちゃ手に入るな。これなんでかまど稼働してないんだろう。あ、もう全部焼き切ったんだ。ほうほうほう。なるほど。じゃあ鉄とイリジウムと金と石炭。どう、あ、本当だ。銅の延べ棒60本なってるもんね。よし。これと爆弾も入れちゃいます。なんでいいね。ちょっとこの気になるから全部掘り起こしときましょう。よし。ヤムイモ。ハービーにプレゼント持っていかないといけないですね、今日。さあ、みんな元気ですね。よし。よし。マヨネーズも結構溜まってきたな。牛小屋一応完成しましたね。はい、こんな感じ。もう、あと2段階大きくできますね。じゃあちょっとロビンに頼んでこようかな、それ。これもうできたのかな、スターフルーツ。釜が必要。あ、できてるね。じゃあちょっと
刈り取っちゃいましょう。ハービーの好物はコーヒーでしたよね。コーヒーと、ワインとかですよね。ワインはちょっと高いんで、コーヒーをあのガスのお店でね、買ってプレゼントしましょうか。コーヒー豆まだ手に入ってないんですよね。買えてないんですよね。この辺全部もう回収しとこう。ぼちぼち、ちょっといろいろ準備を進めていかないといけないです。よし。これは？まだゴミ残ってんな。あ、鉄鉱石なんでここに入ってんだ？間違えて入れたんかな。石炭。よし。石と粘土。石炭、鉄、セーリンクリスタル。こんなもんか。何するって言ってたっけ、俺。あ、そうそう、ロビンのところに行くって言ってたね。これはまた明日でいいか。よいしょ。で、あとハービーにプレゼント渡すのと、あと日曜日なんで、ちょっとね、またコーヒー豆探しに行きましょうか。よし。忙しいですね。あと、まあ、時間があったらね、また釣りでもしましょうかね。よし。さあ、コーヒー豆。コーヒー豆。あ、ないね。ないね。虫の憎い2つもいらないね。わさび、テーブル、ウォールアイ。まあ、この辺は、するのも確かにね、苦労しますけど。釣れないってわけではないのでね。まあいいかな。ちょっとハービーのとこ行ってこうかな。ここに。ペニーが。雪の中に一人。家をきれいにしようと頑張ってるけど、すぐめちゃくちゃになっちゃう。どっちが汚してるんだろうね、ここはね。このペニーも掃除に悩んでるし、あのパムも掃除に悩んでるよね。どっちが片付けられないタイプなんでしょうね。両方かな。よし。あ、まだか。さすがに早かったか。ハービーはあれだし、じゃあロビンのとこ先行っちゃいましょうか。アレックスがまたお散歩してる。よし。あら、散歩してたの。はい、そうですよ。もうね、この辺アップグレードしちゃいましょう。6000、あ、これじゃないわ。大型のこれだね。1万2000か。そこそこかかりますけど。木がちょっと、あれかな。心もとないかな。木材がね。石はたくさんあるんですけどね。もう、これね、最大のやつにしときましょう。はい。ロビンもね、しっかり働いてもらいます。冬の間に。スターデューバレーに住んでると外の世界からは遠ざかってしまうね。うん。マルはどうですか？寒い時は眠くなるんだ。そういうタイプかい。セバスチャンは？あ、なんかイベントで。お、入れた。部屋に。あ、ちょっと待って。忙しそうだ。出て行った方が良さそう。ここで待っていいよ。待ってようか。
ソコン2台あるね。始めようか。悪かったな。今やってた仕事を終わらせときたかったんだ。うん、ね、セバスさん実は働いてるんですよね。どんな仕事をしていたか聞く。部屋を褒める。部屋褒めときましょうか。素敵この部屋が。ああ、そいつはどうも散らかってるって言った方が正確な気がするけどな。ポスターは何年も壁に貼りっぱなしだし、うん、確かに それぞれ何のポスターなんだろうねこれね。はい、サムからメッセージが届いてるな。どこか行こうって誘いだろうけど、正直今日はあんまり外に出かけたくないんだよな、うん、寒いしね。ロビン来た。ヤーチの、はい、さっきあったじゃん、はい、注文したでしょ、はい、セブ私が入ってくるの嫌だろうけど、でもちょっといい、今日商店で偶然アビゲイルと会ったの。彼女あなたのこと探してたよ。うん仕事中だってあいつに言った。行った。でも後で行くからって、うん、はあ、家にいるからって遊んでるわけじゃないんだぞ、うん、マルが診療所で仕事してるときは誰も邪魔しないのに、みんな俺が一日中ネットを眺めてるだけとでも思ってるのか。なんかこういうねありますよね。こう家で仕事してる人の悩みってね、ありますよね。家にいるからってなんか気軽にこう家事とかをね、頼まれる仕事しててもね、どうして友達と会いたくないのか聞いて、将来の目標ね、うん、なんかもうちょっと奇抜な質問が欲しい、はあ、友達と会うのは嫌いじゃない、一人でいる時間がたくさんないとバランスが取れないだけさ、うん、まあ、現代っ子ですね。サムはその辺俺と逆でさ、あいつは長く一人でいると落ち着かなくなるんだ、はい、人が苦手だからコンピューターが好きなのかもな。魅力的だし、シンプルで正直で自分勝手なことはしない。俺が知る限り大体の人間はこれと逆だからな魅力的ではなくて、複雑で、嘘つきで、自分勝手っていう大体の人間は、セバスチャンにとってそう思われてるらしいですね、はい。さてと、仕事に戻るか。このモジュールを明日までに完成させないと。てか、なんで待ってって言ったのこの、今。何を言いたかったんだっけ。またちょっとサムとは。寝てるし、もう。寝てるじゃん。だから。あ、入れるようになった。まあいいわ、お刺身あげとこう、はい。まあまあ、仕事のね、感触でも取ってください。雪だるまを作ったけど、ディメトリウスに処分させられたんだ。なんて悲しい。あれ、今あげた？あげたかな？あ、いや、あ、いいよね。よしよし。これすごく好きなんだ。どうしてわかったんだ。あの、いや、うん、実はそれカタツムリなんだけどね。はい。さあ、行きましょう。いいかな？あ、間違えた。ハービーね、ハービーね、忘れないように。コーヒーをプレゼントしないといけない。12時だからもうちょっとあるね。ちょっと下水に行ってクローバスさんにちょっと挨拶していこうか。卵あるし。来ましたよ、黒い卵。こいつはすんごいプレゼントだね。僕らの種族にとってはこいつをもらうのはすごく名誉なことなのさ、はい、今日は これだけか。どうしようかな。次もうお金そんなに使わないよね。これ買っちゃおうかな。よし、買っちゃいましょう。スタードロップ。スタードロップを見つけた、自分の大好物のことで頭がいっぱいになった。コーラですね、はい、さあ行きましょう。
ここでもね、釣りできるんですよね。変なもん釣れますけどね。よし、これで、コーヒーが。おっとっとっと。よし。まだ売ってない？買える？あ、まだ買えないね。来てからか。どこのタイミングで買えるんだろう。今買えた。あ連打してたビール買っちゃったな。まあいいわ。コーヒー。はい。この辺のレシピも買っとこうか。レッドサラダ売ってる。これすごい体力回復するんですよね。あと最大エナジーがね、増えるんでね。こう武器が弱いときは助かりましたけど、今はまあそんなに使わないかな。コーヒーを、じゃあちょっと、買って、買ったね。ちょっとハービーのところに行ってきましょう。ハービー日曜日仕事してんのかな？あ、もしかして、入れないかな？マジか、マジか、またこのパターンか。ちょっと出てきてよ。外にいるかな？どっちだろう。誕生日はさ、外うろついてようよ、もうね。ハービー、ここだね。クリニック。3時でしょ。ちょっとふらつくの待つか。散歩するよね、ハービーって確かね。その間に、スターフルーツ刈り取っとこう。せっかく買ったのにね、コーヒー。釜ね。これはいらないね。よし。スターフルーツ刈り取って、古代の種でしょ。で、ビーツを植えて、どうしようかな。残り、スターフルーツでいくか。育てないといけない。コーヒーを育てたいんだけどね、まだ間に合わないね。ちょっと一回これ刈り取るでしょ。よし。はい、で、古代の種ね、一個手に入ったんで、ちょっとこの角に植えときます。わかりやすいように。あとビーツが、10個いるんですよね。1、2、3、5、6、7、8、9、10。ちょ予備で2個植えといて、残りここはモスターフルーツにしときましょうか。よし、これでいいでしょう。これはこっちに置いとこうかな。分かりにくく、混ざりそうだしね。よし、ちょっとまたハービー探しに行っていこうか。釣り竿を持っていきましょうかね。帰り釣り竿をしていく、あの釣りをしていきます。うん、何でいいかな。ハービーね。まあまあまあ、どうぞどうぞどうぞ通るたびにパムにビールを渡していく。シェーンもあげときたいね。シェーンもあったらビールを渡しときましょうか。あ、もう開いてないし、しかも。ちょっと、どこにいるの？出てこないんじゃないの、これ。ハービー。誕生日なんですけどね。外に出ようよ。誕生日の時ひどいな。散歩するよね、確かね。しなかったらちょっと渡せないな。シェーンにビール渡しとこう。働いてない今日。あ、今日働いてないんだ。土日休みなの、シェーンって。これあと、
2万5000と2万ね。まあ、冬の間に、もう全部、ね、やっときましょうか、プロジェクト。なんか借金残ってるみたいで嫌だもんね。ちょっと、あとはハービーだな、じゃあ。出てきてる？ 4 時になったけど。ドアの音聞こえたけど違うな。ジョディだな、これは。2回聞こえたよね、でも。マルと、ジョディと、ヴィンセント。なぜ？まだいるね、家にね。ハービー、これさ、これ一番めんどくさいパターンだな、本当にな。家から出ないっていう、誕生日の時に。裏口とかあったらいいのに。どうしよう。ここ見える？範囲で何もできないんだよね。違うな。ドアの音だけ聞こえる。そう、釣りもできないぞ。これでは出ないな、今日。出てこないパターンじゃない、これ。あ、すいません。あ、来た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 。よし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 。よかったよかった。よしよし。どこ行くんだ？ハービー。コーヒー先渡しとくよ。ちょっとファムに渡しとく。よし。誕生日プレゼント親切にどうも。ありがとう。あまり痛くないですが、風の季節は診療代を稼げる時期なのです。ブラックだな。悪徳だな。みんな続々と。あ、そっか、酒場に集まるんだ。サムもいるね。よかった。結構集まってるね。よし。ハートはライナスが、依然トップですね。エミリーとペニー、ヘイリーはまあもう、あ、マックスなんで上がらないですね。パムは結構上がってきましたね。マーニーとシェーンをあと2つ上げときたいんですよね。ちょっとイベントをね、起こしたいんでね、シェーンの。あとは、まあ、ぼちぼちでいいかな。でも結構上がってきてるんだね、みんなね。クロワは全然2回上げたのに、また1個もつかないの。ドワーフもね。よし。ちょっとシェーンいるから家に。ちょっと馬忘れた。あ、ここか。こんなところに。もう入れないか。あ、6時までだね。しょうがないな。じゃあ今日は、冬の伝説の魚はちょっとまだ厳しそうなんで、下水でね、釣りをしようかな。ここね。あ、なんか始まったよ。なんだこれ。影の人が地上に、やばい。お前たちのせいで私の家族はみんな死んだんだ。そんな因縁あるんかいな。オタクラ オタクラドワーフが追い出そうとしなか、しな、ん？しなきゃ、ご先祖様だって暴力に訴え、いや、しなかったさ。オタクの ご家族のことは残念だけどさ。その程度で謝罪したつもりなの？なんかみんな口調が統一されてないよ、なんか。
おお、戦ってんの、喧嘩してんの、で決着つかないのが面白いねこれね。ちょっと釣りしていいですか、釣りし横で釣りしていいですか。お、一応止めに入るのね。スコードいて、そんな薄汚いやつかばうことないよ。やれるもんならやってみなよ、おちびさん。おうおう、こういう時はね。おお、過激だな。そこまでだ、二人とも。エレメント戦争。大昔に集結しただろう。貴殿が争う理由、貴殿らが争う理由はもはやない。和解した前、貴殿らのそばで暮らす人間のためにも何のことかわかるだろう。うん。OK。これからは下水道に近づかない。もう、最初から来なければいいのに。昔の件については本当に悪かったよ、ドワーフ。別にオタク個人に恨みがあるわけじゃないんだ。よろしい。では、誓いの封印を唱えて、この合意を確かなものと定めよう。結婚式みたいだね、なんかね。うん。部外、完全部外者って感じだね。はい。まあ、ちょっと釣りがしたかっただけなんでね。全然今日体力使ってないね。こうそんな釣れなかったっけ？当たり少ないんだよね。魚、魚。お、来た。あ、普通の魚だね。これ何が釣れるんだろう。濃いか。なんか変な魚釣れなかったっけ、ここ。うん。おっとっとっと。濃い？濃いか。濃いだけ？が多いですね、基本。今んとこ、もうと、濃い。釣り堀とか、あったらいないね。ゴミ釣れた。ここに、カニ取りかご設置したら何が入るんだろうね。やってみようか、今度。濃いか、違うやつ釣れてほしいんだけどな。よし、濃いかな、これも。そろそろ違うの来ないですか。濃いかな。今日は翻弄される姿見れないのか。見たいですか。ちょっとね、もうちょっとレベル上げないときついかなという感じですね。あの伝説のお魚はね。
あ、でもここ下水にもね、一応伝説の魚いるんですよ。今日当たるかなと思ったんですけど、当たらないですね。こっちです。こっちで釣ってみるか。CD。濃いですね。見たいです。まあちょっとご期待に応えられるかわかんないですけど、ちょっとあとは引きの強さですね。当たるかな。あ、宝箱来た。よし。なんだろう。あ、ルビー。すごいですね。ルビー釣れたらいいですよね、釣りでね。当たらないですね、でも。ホイだけだね。なんか条件あったかな。なんかレベルがね、ある魚もいるんですよ。もしかしたら足りないかもしれないね。足りてないかもしれないね。まあレベル10まで上げたら全部一応何でも釣れるんですけど。落ちます。おやすみです。あ、おやすみなさいです。あ、来た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 。これ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 。この帽子みたいなのついてるでしょ、ちょっとね、魚にね。これはでも前のやつよりは、ちょっと難易度は優しいんですけど、いけるかな、いけそうだね、いけそう、いけ、おい、釣れた。伝説級の魚一匹釣り上げました。ミュータント5位。やりました。はい。そんなに翻弄されなかったでしょ。今日はね、気持ちよく帰りました。あれがね、あの前挑んでたやつが結構レベル高いんですよね。釣れたね。これで、下水伝説の魚、5匹いるんですけど、5匹のうち1匹は釣れましたね、うん、春のやつとが一番難しくって、冬のやつが2番目に難しいんですよね。これね、中に入れとこうかな。もう時間ないね。早く寝ちゃおう。一回寝、今日はね、寝ますね、もうね。よし。よし。はい。それではね、今日のところはこれで終わりにしておきます。またね、次回続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。では、終わっときます。お疲れ様でした。